担当ナビゲーター猪俣のりこです。どうぞよろしくお付き合いくださいませ。していて、あと、うん、頭って結構汗かきますよね。汗かきますよね。特にこう旦那さんの枕がすごいちょっとそろそろ匂ってきたとかそういったこともある中で、うん、枕パッドにもかけているために、うん、上げていただくために、そうなんです、もう本当にこの気持ちいい敷きパッドを今回ご用意いたしました。これあのちょっとバタンとこういいかもしれない、一息する分にもちょっとバタンとこういいかもしれない、一息する分にもちょっとバタンとこういいかもしれない、一息ちょっとバタンとこういいかもしれない、一息ちょっとバタンとこういいかもしれない、一息入った瞬間ひんやり接触冷感、はい、でなんかちょっと汗もかいちゃった、もうどうせこれから洗うんだからって言ってこう汗を吸ってもらい全部吸ってもらって、そうですね、でしかもさらっと速乾してくれる、私も簡単ですし、つける時もちょっとこう接触冷感第一印象入って、接触冷感第一印象入ってをつけていますので、本当にこれからの季節の睡眠を手助けしてくれると思いますね、え、はい、もうなんか掃除機をつけていますので、本当にこれからの季節の睡眠を手助けしてくれると思いますね、え、はい、もうなんか掃除機合間にベーンって一回ドザーッともうちょっと、はい、あー気持ちいい、サラサラ、合間にベーンって一回ドザーッともうちょっと、はい、あー気持ちいい、サラサラ、はい、あー気持ちいい、はい、あー気持ちいい、はい、あー気持ちいい、第一印象がヒヤッと気持ちいい、この素材で、あのペタッとしてなく、ピンクのシングル、そしてブルーのシングル、ブルーのダブル、半数期って今残りわずかに向かっております。番組の方も3分ちょっとバタンとこういいかもしれない、ストイキーちょっとバタンともいいかもしれない、ストイキーちょっとバタンともいいかもしれない、ストイキー、あー気持ちいい。